ははい。い、えー、こんにちはレールの佐川です、えーと。今年の目標の Easy, s ーースリ i s p GP, GPU の計画ですね、えー、進展がありましたので、えー、ご紹介します、えーと。だいたい分かりました、コツ分かったんで、あとはもうひたすら実装するだけなんですけども、えー、GPU を利用した、管を利用した、えー、と行列の乗算と行列の加算の実装まで終えました。えーとまあ テストのところに GPULSP でコードが入ってます。えっと、えー、っとね、これはの今新設した、この間ご紹介しているあの新たに作ったデータがあって、えーと、配列の不動小数点数専用版です。えー、このデータ構造に大量の不動小数点数、フロート型の行列を扱うことができます。えーで で、乗算ですね。g p u マルトっていうふうにしました。で、A と B を掛け算すると、えー、こんななりますし、えー、足し算をすると行います。いずれもあのクーダを呼び出しています。えっ、ー、と、クーダのコードはですねうんと、どこ行ったっけな。えっ、ー、と、GPGPU というファイルにまとめています。ここだ。 えと乗車に関してはあのクーダキュー、9ブラスですね、あのブラスのクーダ版で、並列もものすごく速いです。えっ、ー、とこれを呼び出しています。だから、もう小さいやつだったら、もう全然あの大したことないんですけれども、うん、何百行かける何百行、何,何百列みたいな大きな。 行列の時に非常に高速にあの計算するというのは以前エリクサーであの実装して分かっています。で、えー、ちょっと計測しようと思っています。えっと、加算に関しては以前あの D p i p e 2を作ったときのものを再利用しています。えー、っと、これでですね、GPU アドという,うと関数を作ってあって、 でえっ、ー、とまだこれやラちゃャとか全然しないんで <laughs> あのまだまだなんですけれども、えー、要はその、えー、配列の、えー、データ分を取り出してきて、えー、それであの必要なあのディメンションからあ,あと列数行,行数から、えー、そうあの、えー、エレメント数要素数を計算してそれでクーダ a ドっていうのに、えー、私はこれはあのクーダのラッパーになってます。えー、カーネル c u ていうところに入ってますえっ、ー、とこれはそうですねあの呼び出しているのはこのボイドクーダアドなんですけどもでこれがあのヘルツのカーネルアドバンカーネルを呼び出してでヘルツ 加算を実行していますそれでね、あのやっと上がりましたあのえー、と C と CUDA を同居させるときはですね、エクスタンっていうあの仕組みが必要なんですけども、えっ、ー、とこのカーネルの部分、これ、C、クー d で書いてある部分については C にから見えるようにするために、この要するみたいですね、X 単 C で、えー、これはの C の方で見えるようにしてほしいというふうなことをやって、なおかつ呼び、えー、出す側の方もですね、 エ、えー、クスターンで、えー、っと見えるようにしています。えー、こういうことにより、えー、っとお互いに C、お互いじゃないんですね、C から、えー、っとラップしたあークーダのコードが見えるようになって呼び出せるようになっております。あとはあのー、以前作った D パイプのためのあークーダ、えー、行列の加,加減算だとか、 あとはコンボリューションでコンボリューションこれはもうエレクサーでテストしてあの動くところまではいってますんであとはひたすらこれを i イスス s プの方に実装するだけなんで、えー、こちらもひたすら力仕事です時間さえあればできしますあとはあのガベージュコレクションですね動的に、えー、と配列のメモリーを相当多くの数を確保するんですねあ何百行かける何百列みたいなんで えー、でそれだとガベージコレクションをちょっと工夫しなきゃいけなくて、まあ、アジアはすでにあのあるんですけれども、えー、そこの実装をしてうまいことおガベージコレクションが機能すれば大体いい先が見えたかなって感じです、えー、あとはですねそこまで行ったらば d e e p パ i プ e s ってエリクサ a で作ったあとディープラーニングのライブラリーがあるんですけれどもこれをあのリスプに、えー コンバート、移植すればあの OK です、えー。前にご紹介した、あの、えー、なんですかパイプ演算子を模したようなあのリスプのマクロを使ったものですね、簡単なマクロですけれども、あれを使うとあ d パイプ2的なものが i イスリス p においてもあ実現できるはずです。えー、まあ年内にはあのできるだろうと思っています。あの えとビデオで、まあ、時間なかったんであの簡単に述べただけなんですけれども私があの本当にけさあたりから非常にショックを受けてすますあのあんまりあのこう技術だとか音楽の話題だけ絞ってまあ、政治絡みのことっての、ね、は一切触れないつもりでいたんですけれども今回ばかりは黙っていられないというかショックでした。あのガーファーが、えー ちょっと民間企業でありながらですね異、えー、国の大統領を締め出すようなことを民間企業の CO がやってしまうそれを見習いでみんなで排除するっていうあの,のに非常に驚きました。それであの日本の技術はどうも最近ちょっと限りがあるのかあのディープラーニングなんてのはのはグーグル 何、ね、したっけテンソルフローだとかもに完全に独占状態と言ってんじゃないかと思います。あの意思報いていた日本製のチェイナーも、まあ、残念ながらいろいろお考えもあったんでしょう現在では開発はあのしない方針になったというふうに聞いてますけれども、うん、恐ろしいですねああいうその寡占独占企業に全部その重要なインフラをあの頼っているということが。 非常に何か危険な感じを受けます。でまああのでぜひ皆さんあの確かにあの普段の、まあ、プログラムの方のお仕事っていのはいかにプログラム言語を使いこなしてっていうところだと思うんですけれどもインフラをあのアメリカの独占企業に全面依存してしまうっていうのはいかがなものかなって私は非常に今回のその。うん アメリカをを見てて危機感を覚えました、えー、また、非常に自由を重んじる国リ,リスプを生み出した国なので、えー、非常にその優れた文化を持つ方々だというふうにあの尊敬を知ったんですけども、えー、その自由が踏みにじられて、えー、法制度があの私は機能してなかったと思ってるんですけども。 あのそのことにに非常にショックを受けていろ、まあ、んな考え方ありますからあのそれぞれあっていいと思うんですけれどもルールはちゃんと守らないとおかしいはずでそれを最もあの世界で住んだ民主主義の国であったはずのアメリカでそれが機能しなかったでそういう企業あのその国の企業にインフラを依存してるということにあの非常に危機感を感じます。 えー、まあ追い張うながらなんかあのアイスリスプをベースにしてあの GPU、GP、GPU まあどまあ、強そうなわかりませんけれどもね、まあ、自分なりその、えー、独自にやってみたいなというふうに考えています。<laughs> まあすみません後半ちょっと深刻な話になりますけどもうこういう話はもうしないつもりです。えー、あのー、今回そう,う政治側からみたいな話は今後は いたしません、はい、それじゃあまたお会いしましょう。